ジゴマは、レオンサジーによるフランスの怪盗小説シリーズ。および、それを原作とした映画。映画は、日本で、爆発的なブームとなり、多くの独自の映画、小説も作られ、子供への影響から、映画の上映禁止にまで及んだ。怪盗、ジゴマ、協続ジゴマなどの呼び名もある。1909年に、ルマタンが見に 新聞連載小説として掲載され、連載後に J. フェリンツィ社から単行本化。続いて、全28冊が出版された。パリを舞台に、変装の怪人ジゴマが、殺人、強盗などの犯罪を繰り返す。1911年に映画化され、また同年に、日本でも公開された。小説の翻訳は、1937年に、久従来役で、 新青年4月号別冊付録として、長編探偵小説と銘打って掲載された。しかしこれも、翻訳といっても、ストーリーが原作とは変えられている部分も多い。後に、博文館文庫として刊行された。久尾十蘭役の刊行本として、国書刊公会、定本、久尾獣蘭全集11、中古文庫、ジゴマがある。映画版。 ジゴマ1911年1911年に製作エクレール社ビクトラン・ジャッセ監督脚色で映画化されるストーリーは原作とは大きく異なっていた続編としてジャッセ監督でジゴマ後編探偵の勝利も作られたなお木田翔がジゴマシリーズについてフィルムセンター25フランス映画を作った人たち 1> 第1期によって紹介している説は次の通り、本編が1910年制作、その後、ジゴマ、ロアでボルル、ジゴマコントレニック、ジゴマ、ボーディオンギルと合計4本制作された。なお、木田は、中で3本とする説があるとも述べている。また1912年とされている、最終作が、 現在は1913年の作とみなされていることも中で述べている。豊富なアクションシーンで後に作られたファントマと共にアメリカで流行する連続活撃の原型と言われる。また撮影トリックによる瞬間的な変装シーンなども先駆的な表現だった。映画ジゴマは副報道が横浜の貿易商ニーロップ商会を通じて買い付けて 探偵機探、ジゴマの代で1911年11月11日に、浅草の金流館で封切られ、封切り当初から大評判となる。劇場には、監修が殺到し、客を舞台に上げるほどだった。これは日本における洋画の最初のヒットともなった。当初は、犯罪映画であるために上映を控えていたところ、 便箋が途絶えた都合でかけてみたところ大当たりをしたが、悪どい犯罪シーンに初めて接した。日本の観客の中には、恐怖で悲鳴を上げる者も,もいた。副報道は、シリーズ第2弾として、女族の活躍する全くの別作品を、女、ジゴマの代で、同年12月から公開。これも、大ヒットとなり、翌3月まで上演された。第3弾には、 ジゴマ後編を5月から公開。ジゴマ、女ジゴマも再移され、続いて、第4弾として6月に、類似の共族と探偵の対決者、悪魔、バトラ、第5弾として10月に、女族、ソニアの活躍する、ソニアを公開する。副報道のヒットに続こうと、他の工業会社は、ジゴマ映画を、日本で制作する。1912年8月には、 吉沢商店制作の日本ジゴマが公開。これは千人の手下を持ち日本ジゴマと呼ばれる、海賊、荒島大五郎と探偵の追想対決劇で、暴走半島での当時としては珍しい、大掛かりな実地ロケを行い、また、外国映画の手法も取り入れたものだった。さらに続編として、ジゴマ改新録、大悪魔を9月に公開。m パテ紹介は、 新自誤マ大探偵を9月公開。いずれも連日大入りの大ヒットとなった。副報道映画として、自誤マ大探偵、俗自誤マ大探偵も制作された。東京でのヒットに続き、副報道の全国の上映館でも自誤マを公開。また弁士、駒田義博の巡業隊が自誤マのフィルムを番組に加えて、1912年から地方巡業を行い、 すこぶる非常大博士の名で知れ渡っていた、小間田の人気も、相まって、これも大入りマリン続きとなった。映画のヒットに続き1912年には、映画の本案や、独自ストーリーによる、舞台が、フランスのもの、日本のものなど様々な、ジゴマの小説家も、相次いだ。その多くは、赤本出版社によるもので、1912年の7から12月の間に、 以下の23冊が出版された。これらは映画の人気に加えて7月の明治天皇法業による演劇工業自粛による読書ブームの影響もあって多くの番を重ね、また他にも探偵物バトラ、ソニア、大悪魔などのシリーズも刊行された。読者は主に小中学生で書店、図書館、貸子本屋を通じて読まれた。ジゴマブームの中、 少年層に犯罪を誘発するという説や、ジゴマの影響を受けたという犯罪の報道、泥棒を真似た、ジゴマごっこの流行などがあり、東京朝日新聞では1912年10月4から14日に、ブームの分析や影響が8回の連載で取り上げられた。こういった世論の高まりの中、10月9日に、警視庁により、犯罪を誘致助成する。 公安風俗を害するとして、ジゴマ映画及び、類似映画の上映禁止処分がなされた。これは、内務省警保局も決定に関わっており、続いて、各府県に対しても警保局から、同様の通帳が送られ、上映禁止は、次第に全国に広まっていった。この件を機に、それまで、各警察署が行っていた、映画等の興行の検閲が、 制度的に整えられていくこととなった。1912年10月20日、警視庁は一切のジゴマ映画の上映を禁止した。しかし、ジゴマブームによって、1912年の映画を含めた東京市内の幹物上入場者数は、前年の3倍の1200万人に達し、活動写真会の大きな成長をもたらした。また、 探偵小説についても禁止処分を訴える論調が新聞などに出たが、これには処分は下されなかった。その後は、ジゴマの名を隠した、ジゴマ映画が散発的に上映されることはあったが、ブームは下火になり、1913年には、ジゴマ探偵小説の出版もなくなる。類似書としては、ジゴマの残党が登場する、1914年、押川春郎。 恐怖党、エミスイン、三海人などがあった。また当時出版された、探偵小説は、貸本屋、古本屋などを通じて読まれ続けた。駒田義弘ら工業士は、金儲けの神様となった、ジゴマの供養祭を、両国へ行員で催す計画を立てたが、これは、警察から中止を勧告された。上映禁止は1924年に解禁となったと、 吉山極光日本映画四年表には記載されている。ジゴマは、当時、ジゴマ式、ジゴマルなどの信号も生み出した。1915年には、ジゴマ団を称する犯罪事件なども起きた。後年の作品では、1988年の映画、怪盗ジゴマ音楽編や、同年の怪盗、ジゴマの登場する、テレビドラマ、ジャーマン探偵団間となり組などがある。 江戸川乱歩の怪人二十面相シリーズにも、ジゴマの影響があると言われている。AB 田中淳一郎、日本映画発達史一活動写真時代中央、口論者1975年日本映画発達史、田中淳一郎。ありがとうございます。